直前緊急動画、明日ですけど動画を撮りましたあのいよいよ明日3月5日平日に行うという、ちょっと噛みましたが、平日に行うというあのお客様泣かせのイベントを、去年第1回をやりまして、もういいかなと思ってたんですけども、ありがたいことにまたやってほしいっていう気持ちを伝えてくださるお客様と、私もちょっと1年経ったしやってもいいかなって気持ちになったので一回こっきりと思ってましたが、お誕生日ライブイベント秋山マニアを2005と題して、また開催いたします。待ってました。本当にありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あの店長さんです。いらっしゃいませ。お客様ですかね、私もね。で、あの秋山マニアとは何ぞやと思われる方、まあもうこんな動画を見てる人は知ってるよ。もしくは言ってるよ。去年言ってるよって多分思ってると思いますが、まあ、簡単に説明しますと、まあ、私は一応その声優さんというか、まあ、役者としてまあ頑張っているんですけれども、歌を歌う機会がとてもありまして、で本人も歌うことがとても大好きなんですけど、ライブってセットリストがまあ大体決まっていて、練習していたものをステージで発表するじゃないですか。でお客さんからすると、まあ、あの歌を歌ってほしいな、この歌を歌ってほしいなって言ってるものがたまたま歌われるとは限らないわけなんですよ。まあ、そこが楽しみでもあるんですけど、そこをあえてひっくり返して、その場に来てるお客さんにこの歌を歌ってほしいってダイレクトにオーダーをいただいて、セトリを決めずに当日その言われた順で歌うっていう。すごいすごいって適当に適当に歌で、こんな感じで本当にカラオケボックスにあるような電木を使ってピピピって実際入れてマイクで歌うっていうのをやります。で、さすがにね、知らない演歌を歌えって言われても歌えないし、そのイベントが果たして楽しいかどうかは分かりませんので、事前に私が歌ってもいいなって思える曲をリストにしてお客様に手渡します。そこから選んでください。何曲ぐらいのリストですか？今ちょっとまだ編集してるんですよ。前日なんですけど。明日ですけど。そうなんです。で去年とはまたちょっと違う曲を入れようと思って、まあ、だから100近くはあるとは思うんですけど、お、だからまあ、どれかしらはいい、歌ってほしいなって思うのがあると思うんですよ。ね、なんで知らない曲でも、まあ、手当たり次第に言ってもらえれば歌えますので、であんまりね、こうすごいシャウトするというか熱唱する歌が続くと私も疲れちゃうので、その時は断るかもしれませんちょっと今それはどうなのって言って別のにしてっていう可能性もあります。25番の方がいいんじゃないって言ってそれ私が選んでるんですけどね、イコール、まあ、それはまあその場のノリで、本当にだから来ているお客さんと私で作るまさにライブな空間です、うん、で去年はそれだけを、まあ、初めてだったっていうのもあって、私もやったことがないことだったし、お客様も見たことがないもので、初心者同士がやってたんですけど、去年何曲ぐらい歌いました？去年はね、だから多分40いくつとか50近い、多分 3時間は超えてたんですよ。1番だけしか歌わなかったやつもありますね。あります、うん、あんまり私が歌ってて面白くないやつは1番で終わらせたりしますひどいで、やっぱりあ、これちょっと1番にしようと思ったけどこの後の展開が好きだから2番まで歌うって可能性もあります。そこはだからもう本当に私のノリ次第ひどいねそれに付き合ってくれる人たちもどうかと思うよ。お客様です。お客様は神様です。そう、それで去年はそれだけを3時間延々とやって、まあ面白かった空間には一応なったと思うんですけど、なんかね、同じことをそのままやるのってもう飽きちゃうんで、今年はちょっと違うことを入れたいなと思って、半分は去年と同じようなそういう、なんていうの、人間カラオケタイム。人間カラオケライブタイムをやります。で、後半は、私プロレスが大好きで、まあ、一部の人にはとても有名なんですが、そこでね、やっぱプロレスを見に行ったりプロレス界隈でお仕事をすることもあったりすると、まあ、お知り合いの方も増えてくるんですよ。でそこで大好きな米山香織さん、女子プロレスラーの方です。
それから以前私がずっとデザイナーとしても仕事してるんですけど、デザインでお世話になっていた団体にいらっしゃった日向小春ちゃん、このお二人をお呼びしてこの空間でちょっと今こうカメラここしか映ってないと思いますけど、この空間で実際一試合してもらっちゃいます。ひどい、ひどいで、それを許可する店長もどうかと思う、まあ、嘘です嘘です。その店長の心配りあってこそ開催できたこのむちゃくちゃなイベント。大丈夫か。大丈夫です。山さんはとってもベテランの方なので、であともっと狭いところでプロレスってやってるんですよ。もうほんとそこかしこで、だからそれから比べたらちょっと広いかなぐらい、ちょっと広いかなぐらいの空間で、うちのお客さんはプロレスがすごく好きな方もちらほらはいるんですけど、やっぱり全然見たことがない、もしくはまあ1回2回あとテレビでは見たことあるっていうレベルのプロレスに関してのそのイメージはまだ柔らかいお客さんが多いので、そういう方のそのリアクションっていうので、とってもこういうその見すぎたプロレスを見すぎたなんていうの、枯れた感覚の人、違う違う違う熟した感覚の人、まあ、自分で言いますけどからするととっても新鮮で楽しいんですよ。わあこんなことで喜んでくれるんだ、こんなことで怖がってくれるんだっていう、で私も初心を思い出すっていうのをよくいろんな会場でやってるんですけど、それを実際自分のイベントで目の当たりにできる、みんなを犠牲にして、あ嘘嘘嘘、皆さんと一緒に楽しんで、ここプロレスラーの田尻さんもイベントやってますからね。あそうだそうですよね、はい、でもその時はカラオケイベントだったんですよね。だから試合はもちろんしてないんですけど、はい、だここの空間で試合をするっていうのも初めての試みです。そうですね。なんでこれがうまくいったらもしかしたらこれを嗅ぎつけた場所を探してる選手の皆さんがね、はい、ここでやればできるらしいって言ってくるかもしれない新たなプロレスの聖地ができるかもしれない。大丈夫か。大丈夫です。ここ床石畳だね。そうなんです。でちょっと来た方は分かると思うんですけど、まあ、実際はちょっとね、まあ、どういうふうにやるかはまだ当日のお楽しみなんですけれども、で何て言うんだろう、プロレスっていうとすごい怖いとか痛いとかなんかもう辛いって思うイメージの持ってる方いらっしゃると思うんですけど、そこはあえてご機嫌なプロレスをやっている米山香織さんを呼びしたのでご安心ください、まあ、あとはもう押して知るべし、当日来た方が分かるんですけれども、まあ、実際映像にも撮ってどこかに出せたらいいなとも思うんですけど、まあ、それはちょっとどうするか分かりません。なんで上げる上げる詐欺だからそんな話はちょっと置いておきましょう今そんな話はしない方がいいと思いますっていう感じで、まあ、基本はライブイベントです。でその延長として、まあ、映像、プロレス映像、ちょっとね特別に YMG の正樹さんに編集していただいた特別な映像を見ながらトークを交え、でプロレスの試合も一緒に体感するという、ちょっと変わった、ちょっとじゃないかとても変わったイベントになります。私の誕生日イベントなので皆さん心して来ていただければと思います。まあ、これを見てる方、ご予約いただいてる方、もしくはすればよかったなと思ってる方、あとはどんなことをしてたんだろうって後になって見てる方がいらっしゃると思うので、まあ、また反響が多ければ来年2016年やれると思うので皆さんの、感想、ツイッターでの感想をお待ちしております。 YouTube のコメント欄でも結構です。皆さんの声が次へと次へとつながっていく大きな力となります。これ棒読みですけど別に台本があるわけではありません、はい、あまあね、ぐだぐだ話してると長くなりますので、ということで、直前になりますが、というか明日ですが、平日に強行いたします、空き家マニア2015、どうぞお楽しみに。バイバイ。明日ね。明日です。